佐藤匠は RKB 毎日放送のアナウンサー、大分県別府市出身、三人男兄弟の三男、兄に卓と呼ばれている。今宮健太とは小学生の頃から数度野球の試合で対戦経験がある。別府市立亀川小学校、別府市立北部中学校では即級であり、技巧派投手でエースとして活躍し、好成績を収め、 市内では有名であった。元オリックスバファローズの大山明文は先輩にあたる。大分県立別府鶴見旧高等学校卒業後に、立教大学観光学部交流文化学科に進学。立教大学では野球部に所属するが、東京六大学野球公式戦には出場しなかった、と述べている。RKB 毎日放送に2015年4月に入社。 ワイド FM アンバサダーを入社1年目より務めている。他、2年目である2016年度には NHK 民放連共同ラジオキャンペーン、福ラジのキャンペーンボーイも務めた。趣味は運動とショッピング。好きな歌手は旗本博好きなスポーツは野球とブログに記述している。ザウの名は、無事これ名場。ABC 佐藤匠アナ10代に伝えたい。 ラジオの素晴らしさ、スポーツ日本西部版2017年4月18日、まっすぐに、巧みに、ブログできました。東京六大学野球オフィシャル TV、チームデータ2013年度卒業精神路、立教大学野球部、まっすぐに、巧みに、スーツより、ありがとうございます。